はい、ですね、今日はですね、先ほどユニバーサルオーディオからちょっととどめのメールが届きまして、これあかんやろっていうぐらいのねメールが届いたんですけど、はい、YouTube のですねタイムラインにこれあかんやろっていうユニバーサルオーディオのプロモーションの投稿が表示されて、それを踏んだらですね、まあ、このトップ10プラグインズリビールドってことで UAD プラグインのトップ10がこんだけ、まあ、人気のものがあるよっていうのが届いたんですね。ふと見てみたら、僕のカートに入れてるのがほぼ全て入ってて、まあ、1位はオートチューンリアルタイムアドバンストってことで、これが歌ってる最中にピッチを直してくれるってやつだと思うんですけど、これ僕まだ持ってないんですけど、2位 API ビジョンチャンネルストリップコレクション、これ欲しいんですよ僕カートに入れてまして、はい、2位ですね。いやー、わかる気がする。もうUAD プラグインの API ってめっちゃいいんですよね。なんか音がパーンって返ってきて華やかっていうのかな、なんかマイクプリ通してるっていう感じがしてすごいいいんですよね。で、僕 API の単体のマイクプリのプラグイン持ってるんですけど、これがチャンネルストリップってことで、まあEQ とかですねコンプとかかけられるやつなんですよね、うん、まあ人気でしょそら、うん、で3位ディストレッサーこれ僕ずっと欲しいやつですね、ディストレッサー、はい、まあそれはいいでしょう、はい、で4位は、4位はニーブの1073、これ僕持ってるんで、まあそうだよねってことで、で5位マンレーボックスボックス、これも僕持ってます。これはアポロ 20X クワッド買った時にもう直後に買いましたね、なんかセールかなんかなってたので。でアバロン、これも買いました。これもいいですよ、すごい繊細で、まあ、真空管のチューブプリアンプらしいっていうか、ちょっと空気感のある声が取れますかね。で EQ とコンプもついてるし、すごい使いやすいですね。で API プリアンプ、これが僕が持ってるやつなんですけど、これめちゃくちゃいいです。もうマイクプリの、もうマイクプリの原因上げるだけなんですけど、もうマイクプリの原因上げるだけなんですけど、もうね、圧力のある声がバーンって返ってくるんですよね。うん、これめっちゃいいですね。で、8位がアンペックスのマスタリングテープレコーダー。うん、これは僕持ってないけど、まあ気になるけど、まあこれはいいかなって感じですかね。で、9位、キャピトルチャンブラス。これ僕ね、結局入れました。で、EMT の EQ にしようと思ってたんですけど、まあよくよく考えると、ちょっと、操作が難しそうだなと思って、まあ、トライアルしたことあるんですけど、まあいじるところがちょっとありすぎてちょっと大変そうなんですよね。うん、まあ理想の音を作ろうとしたら、でこのキャピトルチャンバースはまあビートルズかな、ロサンゼルスのまあ、すごい有名なスタジオをモデリングしたプラグインなんですよね。うん、で、10位 SSL4000 E チャンネルストリップ。これ僕持ってますね。これめちゃくちゃいいですね。これはマイクプリ、まあ、EQ コンプ、あとゲートも入ってて、うわ、何これっていう感じの音が返ってきますかね。うん、で、まあ、チューブテックのコンプ入ってないんだとは思ったんですけど、まあ、僕のカートに入れてるのがほぼ入ってたので、まあ、ここまでされたら、買っちゃうやろうっていうね。で、今、カートに入れてるのが、試行錯誤はしたんですけど、399ドルで、3プラス1っていうことね。まあ、3つ、これで選べて、
プラス1つが無料ってことですね。まあ都合4つゲットできるということで、まあさらに14ジューンかな、6月末までこの25ドルのディスカウントついてると。まあ実際ダラは399だから、まあ5万3000でこのマイナス25ドルがついたら、まあ大体5万円ぐらいですかね。で、まあ買うかどうか、ちょっとねオーディオの機材とかプラグイン買いすぎなんで節約したいんですけど、しかもまああの一応ニュース的には今月末ニーブの 88M っていうオーディオインターフェースが出るので、出たら買っちゃいそうなんですよね。でそれ買ったらこの UAD のプラグインが使えないので、このねユニバーサルオーディオのハードウェアが必要なので、どうしよっかな、なんか欲しいと思って買っても結局別のオーディオインターフェースにしたら使えないっていうのがねちょっとネックなんですけど、まあ結局アポロツイン使い続けるかなっていうのもあるんですけどね。5万で、しかもちょっと悩ましいのが、最近ここのシェルフォードチャンネルで今駆け取りしていて、まあこういう感じでレックしてるんですけど、これまあ波形はすごい小さい状態で、まあコンプだけかけてやっていて、で通り終わった後にあのリアンプで一回シェルフォードチャンネルにこの波形を戻して、で EQとコンプをかけてもう一回あの2トラック目に戻すんですけど、つまりアナログのハードウェアを通した音なんですよね最近。だからこの辺のコンプレッサー、まあ使わないっちゃ使わないんですよね。キャピタルチャンバスはまあエコー的リバーブ的にちょっと使うかもしれないですけど、で API のチャンネルストリップもまあ EQ、 この EQ ちょっと使ってみるかもっていう感じですかね。うん、まああとゲートかな、うん、あとゲートもノイズ対策、ノイズリダクションで使うかもしれないって感じなんですけど、どうしようかな。まあただこんだけ、まあ、人気で評価高いプラグインだし、まあディストレッサーね、これ実機で欲しくなっちゃったりするんですけど、まあ25万するんですよね。チューブテックはちょっとさすがに60万ぐらいするんで、これは実機ではちょっと今のとこ買えないんですけど、まあでコンプレッサーで言うといろいろ持っていて、まあ、LA2A とか1176も持ってるんですけど、多分チューブテックはまあより歪まない感じですかね。まあクリーンに音圧上げてくれる感じはあるんですけど、まあしかもデザインもいいしね。どうしようかな。ちょっとさっきこれ見ちゃったんで、もう買うしかないとか思ったんですけど、まあもろもろちょっと機材買いすぎなんで、もうちょっと悩んで決めたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。